はい、続いてこちらは、ガソリンの方ですね、20S の、プロアクティブツーリングセレクションとなっています。マニュアルです。しかもね、それの 4WD ですね。こういうモデルにね、マニュアルシフトを用意してくれるというのがね、本当にマツダはもう嬉しい。しかも単なるマニュアルじゃなくて、気持ちいいシフトの操作感すごいいいですね。まあ、マツダね、ドラポジにすごいこだわってて、まあオルガンペダル使ってねとか、すごくこうそこもいいんですけど、それにプラスしてこのね、シフトレバーのこうシフトの感触もね、とてもいいですね。まあ、ロードスター乗ってるみたいとまでは言わないが、しかしなんかそういう感じすらね、こう、イメージさせる統一感をすごく感じさせますね。クラッチの操作感もすごくいいので、例えばマニュアル久しぶりみたいな人が仮に乗ったとしても、すぐに馴染める、気持ちよく乗れるんじゃないかなという気がしますね。まあ、エンジン自体はね、この2リッターのガソリンエンジン、スカイアクティブ G 自体はね、正直エンジン自体がものすごい面白みがある特性だとは思わないんですが、こうやってマニュアルで操作というかね、操っていると、自分でそのメリハリをつけられるというかね、足りないと思ったらちょっとアクセル踏んで引っ張り気味にすればいいとかあるんで、そんな悪くないというか悪くないですね。ちょっとね、正直6速 AT だとなんか平凡な感じが過ぎるなと思うんですけど、この組み合わせはいいですね。はい、高速道路です。ちょっと踏んでってみましょうかね。マニュアルだとやっぱりそう、このエンジンも思い切り踏めて悪くないかなって感じはありますね。そしてね、ディーゼルに比べると振動も圧倒的に少ないし、重量バランスもね、エンジンが軽い分いいんでしょうね。正直乗り味は、個人的にはもう断然こっちですね。なんかしなやかな足の動き、フラット感みたいな、正直ね、ディーゼルいいんですけど、なんかちょっとそこに引っかかり感が何かあったとしたら、ガソリン乗ったら全部解消されたような感じがしますね。なんかこう、これいいよっていう、新世代のね、マツダ3とかとやっぱ同じ匂いがするっていうんですかね。マツダ3も同じ傾向があって、やっぱガソリンの方がバランスはいいなという感じはしてましたけども、これ乗るとね、本当に質の高い乗り味ってこういうことだよねというのをすごく実感しますね。CX-30 すごくね、こう全方位バランスの取れた車ですよね。しかもね、単に丸いだけじゃなくて、デザインは尖ってるし、パッケージングは完璧にね、隙のない、このサイズでこんなにっていうのを実現している。そして走りも、このマツダがね、今やりたいことの全てがこう味わえるという感じで、全部に尖ってるんだけど、そのとんがり方がね、偏ってなくて、全方位にいい感じというね、丸だとしたらその丸がすごくでかいというかね、そういう感じがしますよね。マツダ3がね、狭いとか、なんかいろいろ言う、そういう声もあるんですけど、マツダ3はね、やっぱもう、このセグメントハッチバックは、もはや少数派で、SUV というかね、クロスオーバーこそがもう本命になってるという世の中の状況がありますよね。それを考えると、ここの CX-30 こそ実はこのコンパクトセグメントの本命で、ファミリーユースまで、もしかしたら老若男女ね、全部のユーザー、全方位のユーザーに対してアピールできるというか、誰も満足させるような車というのは実はこちらだと。で、マツダ3がなぜああいう形だったのかという答えが実はここにあるんだなと思ってて、マツダ3はやっぱもうもはやね、パーソナルユースというか、そういう人たち、自分の個人の移動、1人ないし2人メインで、そういう移動の時間を大事にしたい人の、なんならばもしかしたらスポーティーさとか、そういうものにもうちょっと言った、さらに言えばデザイン、要するに昔で言うところのパーソナルクーペみたいなね、がマツダ3なんじゃないかなと思うんですよね。昔は、ハッチバックという、なんだ、主軸、コアがあって、SUV、クロスオーバーはどっちかというとスペシャルティ的なね、見られ方というか、そういう人たちが買ってた。でも今や世の中逆になったので、この CX-30 こそが、メインストリームと、そう考えるとすごく納得できるんじゃないかなと思います。で、そのメインストリームの性能を持ってるのに、言っ
ちゃなんですがというかね、言い方あれですけど、すごいかっこいいじゃないですか。もうベタですけどね。それが今のマツダの強さだなと思ってね、なんかまあど真ん中商品だからつまらない退屈ではないですよね。正直本当にね、なんかこの巧みなデザインでワイド&ローに見せてこの車がスッと現れたのを見ると、おかっこいい車来たって思いますよね。それをねこのど真ん中でやってくるっていうのが、何度も繰り返しになっちゃいますけど、まあ、本当にね感心したというか、すげえなマツダと正直思いましたね。これはね売れるでしょう。売れますよね。ちょうど隣にマツダ3が止まってますけども、ね、この対比が面白いですよね。